はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうね、花粉がね、飛ぶ頃になってきてますけどもね、実はね、この時期っていうのは喘息ってあるじゃないですか。喘息がね、悪化しやすいんですよ。僕はね、花粉にはやられてますけども、今も目がすごいシュパシュパしてるんですけどもね、喘息にはね、なってないんですけどもね、でも2年前にね、6月に肺炎になってるので、その時に気管支がね、やられてる可能性もあるのでね、ちょっとビビっております。以前の動画でもね、その花粉症の治療と対策っていうのが新型ウイルスの感染対策にもなりますよとね、お話ししましたと同じようにですね、喘息の治療もまたこれね、同じようにね、新型ウイルスの感染対策としてね、有効的であるとね、知られています。しかしですね、その新型ウイルスの感染拡大っていうのがね、指摘されたその、去年の3月以降はですね、喘息の治療薬の処方の数っていうのがね、減少しているんですよ。理由としましてはですね、新型ウイルスに感染しやすくなって悪化しやすいのではないかとね、受診控えをしている患者さんが多くなったことということをですね、その多くのね、医療機関がね、指摘しています。しかしですね、その喘息があってもね、その新型ウイルスにかかりやすいわけではないのでですね、重症化しやすいわけでもありません。発表されているデータによりますとですね、アメリカとかね、中国などのね、喘息になっている患者さんの率っていうのはね、8% に対して、新型ウイルスでのね、入院患者さんのうちにですね、喘息の割合っていうのは 5.5% とねされているので、むしろね、少ないんですよ。ほんでね、新型ウイルス感染症のですね、診療の手引きっていうのがあるらしいんですけどね、それによるとですね、重症化のリスク因子としてね、その高齢者、2型糖尿病、高血圧、喫煙などが入ってますけどもね、この中にはですね、喘息はね、含まれてないんですよ。新型ウイルスのね、感染っていうのはですね、ウイルスが人間の体のね、細胞膜の ACE2 受容体にこう結合して感染が起こって、喘息に特異的なサイトカインがあるとですね、ACE2 受容体のね、発現がね、こう低下すると言われてますのでね、喘息はね、罹患因子にならないとされています。むしろね、喘息のね、治療でね、こう、吸入ステロイドってあるじゃないですか。プシュッと押して、でこう吸うやつとかよく見るでしょう。僕はあれ使ったことないんですけどもね、あれを使って空気の通り道であるその気道のね、炎症をね、抑制できるとね、ウイルスに感染しにくくなって重症化もしにくいよとね、言われています。一方でですね、喘息の患者さんの中にはですね、今は症状がないから喘息の薬を飲まなくてもいいとね、こう思い込んでしまってる人もね、いてるんですけどね、それはね、大きな間違いなんです。喘息のね、症状というのはほんまにこの氷山のね、この一角であってですね、喘息はね、症状がなくてもね、その気道のね、炎症がね、常にあるという病気なんですよ。喘息のね、症状であるその咳とか痰とかあるじゃないですか。あと息苦しさだとね、なんかぜーぜーとかヒューヒューとかいうなんか変なね、この喘鳴って言うんですけどもね、あとそれとの花粉とかもね、そうですし、風邪などのウイルスの感染、あとタバコの煙とかもそうですしね、気温の差とか気圧の変化とかね、あとは日内変動か、あとはですね、体内のホルモンの変動などね、起こってしまうんです。めっちゃ原因ありますよね。それはね、喘息で常に気道が炎症を起こしていると、その気道が敏感になって、ちょっとした刺激によってでもですね、その日常生活も先ほど言ったね、刺激によってですね、その気道のね、平滑筋っていうのが筋肉があるんですけども、ここがね、こうキュッとこう収縮してしまってね、気道がほんまにこのようにね、こう狭くなるからなんですよ。その表向きに出るのはね、そのような症状だけなんですけどもね、その体のね、中側、内側にはですね、その気道の炎症がね、先ほど言ったようにありますようにですね、炎症をね、しっかり取ることが、喘息の治療ではね、非常に重要なんです。なのでね、喘息だけじゃないんですけども、その治療の中断っていうのはね、難治化をね、招くんです。そしてね、今この新型ウイルスのためにですね、病院への通院を控えている中でですね、喘息の治療がね、ストップしてしまっているんだよっていうのと、他にですね、さらなる問題がまだあるんですよ。それはね、気道のリモデリング
リングっていうのがね起こるリスクが高くなることなんです。リモデリングというのはですね、あの喘息の治療の中断やね、その放置などでね、その炎症がね長期に続くことで、その気道のね繊維化っていうのがね進んでしまって、硬くなって気道がキュッと狭くなって、こう元に戻らなくなってしまう状態のことを言うんです。でそのリモデリングっていうのがこうキュッと起こってしまって、その喘息がね治るのが難しくなることによって、さらに薬の効きがね悪くなってしまうんですよね。まあね、この息を吸って吐くというね、その呼吸機能というのはね、誰でも彼でもですね、年齢とともにね低下しますけどもね、そのスピードがね速くなって、年を取ってからね、その呼吸困難などにねすごい苦労することもあるんです。まあ、最近ではね、その喘息っていうのはね効き目の良いね薬がね、まあ複数ね登場してますけどもね、まあ、それにもかかわらずですね、喘息で亡くなっている人がねあまりにも多いのですね、リモデリングというのがね関係している可能性が高いんです。ほんで喘息のね治療としてよく効くのがですね、まず先ほども言いました吸入ステロイドね、こうキュッて押してフッてこう吸うやつあるじゃないですか、あれのようなその長期管理薬っていうのがあるんですけども、それをね毎日投与することですよね。あの毎日投与ということなのでね、その症状がなくてもね気道の炎症をね抑えるためにねしないといけないとね、きっとそういう人は病院から言われてると思います。ほんで次にね、その喘息の発作が出た時にはですね、その気道を広げてくれて、あの発作を沈めてくれるね、その発作治療薬のね投与もね効きますよね。もしね、あの子供のうちからその喘息が出てるとね、それをねまあ20歳ぐらいをね超えてもねずっと引きずってたらね、そのね喘息というのはね寛解しにくいんですよ。だからね、その、まあ、基本的にね、その長期管理薬っていうのはねもうずっと使うことになるんです。なのでね、まあ、しっかりとね治療はね生息しておく方がねいいです。まあそのようにね長期治療薬っていうのをシュッシュっていうのをねちゃんと使っておくとですね、あの健康な人とね何ら変わらない生活を送れるようなのでね、その先に見えるねあの快適な未来に、ね、目を向けてほしいです。なのでね、しばらく治療を受けてない人とかね、あの新型ウイルスがね流行ってしまったがためにね治療をストップしていた人はね今すぐ再開をおすすめします。あの僕もね次病院行ったらね喘息じゃないですけど花粉症の相談もねちゃんとしてみようと思ってるんです。 あとね喘息とね混合しやすい病気にですね、あの COPD と呼ばれるね、あの慢性閉塞性肺疾患というのがあるんですけども、あの喘息やったと思ったらね実は COPD やったんやという人とかね、あの実は両方ね合併してたんやという人もいます。あのね COPD はね喘息と違ってですね、新型ウイルスの感染のね重症化のリスク因子でもあるのでね、この自己判断はせずにね、先生のね適切な診断が必要なのでね、必ず治療せなダメなんです。これらのようにですね、喘息の治療っていうのがね、新型ウイルスその感染も重症化のリスクも軽減されるようなので、あの治療を再開するとともにね、これからもね手洗いうがい消毒っていうのをね忘れずにねしていきましょう。僕はね花粉症対策をね強化していきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。